支配人、あの問題が。だが今度なんや、全部タダでも飲めると分かって、むちゃくちゃな注文してくるお客さんがいて。それは違うな。第1級のヴィンテージワインをはじめ、ブランディやウイスキーなども一点物ばかり、全部で400万はいってます。うん。ごめんなさい、お茶飲みました。まあでもいいんじゃないの、別に。怒ってもらえるなら。とにかく高い酒頼んだろっちゅう感じか。こういう時人間の品性が出るの？ああ。確かに。さすがに止めないと。案内ぜ、どこや。こちらです。確かにかっこ悪いな、それだと。品のある飲み方じゃないと。1本40万が、石の山、つったら使い方ってんのか。まだ頼んだの来ねえのかよ。おい、佐川じゃねえか。俺知ってるぜ、こいつ。あれです。どうしました？なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた。おお、あんたは艦隊の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。それは違う。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しびれる演技されるな。ちょっとびっくりしたわ今。しょうがねえな、他ならぬ支配人さんのお願いだ。まあでもあれだろうな、多分役者さんは自分の演技褒められてもあんま嬉しくないと思う。ちょっくら言ってくるよと思います。どうですか、あのこの方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。だから今の俺はまだまだ二流だったな。参りましょう。あいよ。多分本当にさ、あれだろう、役者の方だったら自分の演技が溶け込んでることを喜ぶから、その演技褒められても嬉しくないだろうと思います。どうですか。感情してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが泣いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。おわ、いいタバコ吸ってんだろうな。聞いたよ、さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。大阪版ローラットといったところか。大阪版の俺か俺以外か。客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ、なかなか気が利いてるな。あ、そりゃそうだと思う。やっぱりお前仇が向いてるって、自分でそうは思わねえの。アホぬかぜ、誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあこの現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。へえ、もう覚えてないわ。
楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。島野、そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるんや。オーナー、島野ってあれか、島野組か。ガタイのいいやつな。ガタイのいい、あの髪剃ってる人。何度目だろうな、そのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね。俺にはわからないよ。5代目近江連合直系佐川組組長キャラバレーグランドオーナー佐川、あんたに分かってもらう必要ない。お、上納金ですか。今月の売り上げ、この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろ。あれ、島野って登場会だよな。でこの人近江連合、そんな約束したっけか。あれ、この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ、あと5億稼げ。そうしたら口聞いてやるよ。おのれ、なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろう。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。怖っ。怖い。上等や。5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら俺は何でもやったるわ。ほう、何でも。ああそうや、それが殺しでも。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの。怖っ。いやまあ知りません。冗談だよ。いや意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ支配人。え？あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。あ、それがどないした。そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。ん、即戦力が欲しくてさ。ノリコはここのナンバーワンなんだろ。おあつらい向きかと思ったよ。やば、クソ意地悪じゃん。本人にはもう伝えてあるからこっちの方はよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。超意地悪じゃん。いやまあわかるよ気持ちは。いやどうかい。失礼します、あの支配人、今のりこちゃんから明日からよそに移るって電話が。ああ、俺もさっき知ったわ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。そうだったんですか。でもこれからどうすれば。ったく、落ち込んどる暇もあらへんな。最近よそでイケとるホステス言うたら誰や。よそですか。
よその子でしたら、そうですね。オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか。じゃあ、一丁行ってくるかの。あの支配人、どちらへ。オデッセイ？決まっとるやろ。のぞみをうちに引き抜く。すご。ライバル店のナンバーワンを引き抜くって、さすがにまずくないですか？そもそもそんなことどうやって。夜の世界は弱肉強食。ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。やらなしゃあないんや。店の方は任せたで。わかりました。どうかお気をつけて。さあじゃあ行きますか。あ、え？ああ、はい。じゃあ、のりこちゃんを引き抜きに行きましょう。まあ、ここから出ればいいのかな。いや、はや。じゃあ、まあ、あれなのか。佐川のせいで真島さんは、ここに囚われてんのね。いやー、かわいそうに。まあ、何があったかはまだわからんけど。俺も覚えてないしな。オデッセイは、なんだ？長副長？え？招き福町？とにかく行ってみるとしようか。オデッセイへ向かえ。さあ、まあでも、セーブして終わりましょうかね。はい。また次回です。おーい！そこのお主。誰？あ、小牧じゃん！知ってるぜ、こいつ。キリュウさんの師匠だよ。お前がそこの、あ、お主がそこのグランドとかいう飲み屋の主人じゃな。はい、ええー、そうですか。やはりそうか。歩き方一つとっても好きのないいい動きをしておる。失礼ですが、あなたは？私は小牧染太郎と申す。とある武術を継承し、今に受け継ぐものじゃ。武術やと。わしは最近に戦いぶりに衰えを感じておってな。腕試しに東京離れて武者修行に出てきておる。じゃが、近く頃は、なんやこれ。何こ、なんて読むの？液色の時代といって、みんな贅沢を限り尽くしておるせいか、何かに飢えておる男がおらんのじゃ。そんな折グランドとかいう飲み屋に腕の立つなかなか面白い男がおるという噂を聞いてな。あの当店をご利用されたことは何を申す。おなごを参らせて酒を飲むなど、堕落の極みあるわけがなかろう。なあ、うちの客とちゃうんか。なら大事に扱う必要もないな。で、その武者修行をしてるおっさんが俺になんのようや。お主にその何か飢えた様子。最近試合ってきたものとは格別じゃ。わしと手合わせせぬか。手合わせ、あんたと喧嘩せいちゅうことか。いかにも、お主にはまだ強さが眠っておる。その際の眠らせたままにしておくのは惜しい。何やて？アホくさ。一文の男にもならん話すんなや。俺は今忙しいんや。商売の皮をかぶって無駄じゃ。え？商売人の皮をかぶっても無駄じゃ。わしにはわかる。そんな真っ当ななりわいをしていても、お主の中におる鬼は全く満足しておるまい。その鬼を満足させる方法はただ一つ。それは強者と戦い、内に秘めた闘争本能を解き放たせることや。で、あんたがその強者って言いてんか。そういうことじゃ。これで拳を交わす理由はで分かったな。それじゃ喧嘩を押し売りさせてもらうぞ。話の通じにおっさんやな。前、こっちでもあぶれできるんだったとこや。場所変えさせてもらうで。む、まあいいじゃろ。え、マジで？ああ、まあ、ここなら、みたいなとこか。喧嘩をするなら、川のそばと。ここならええやろ。まあ、やけに素直に従ったのは、どうやらお主もなかなか人に言えん事情があって、実力を隠しておるみたいじゃな。じゃが、拳とは刀のようなもの。鞘にしまったまま錆びつかせてしまってはいざというとき、抜くに抜けなくなってしまう。どうじゃ、たまには思う存分、拳を振るってみるのもよりじゃないか。まあ、ええやろ。相手がしわがれたおっさんちゅうのがどうにも気になるところやが、安心せ。驚いたとはいえ、まだまだ若い者には負けぬ。全力でかかってまいれ。やりますか。見物にいるじゃん。怪しい男と。さあ、やりましょうか。喧嘩師スタイルは容赦のない攻撃が織り交ぜられています。その一つが、目つきの攻撃です。目つき攻撃が当たると、敵が背を向けて痛がります。コメキに、喧嘩師スタイルの技を披露しましょう。四角四角からさか。あ、これか。あ、違う。これね。はい、はい、はい、あれ。おい。うわ、痛そう。
喧嘩時スタイルの必殺技の一つに攻め落としの極みというヒートアクションがあります。締め落としか。敵が攻撃を仕掛けているときは背後に回り込むことでヒートアクションが発動します。なるほど。で、攻撃してるときにか。はい。あ、これ極みで真島さん使ってたよ。喧嘩しながら完了しました。なるほど。じゃあさ、目つぶしした後に、あ、出せないか。さあ、締め落としの極みと。痛えだろこれ。痛えっていうか死ぬだろ。戦闘不能だよ。そこおれ。さあ、なんか極みアクションあれないっすか。きた。よーし。まあまあじゃの。うん、うむ、わしの目に狂いはなかったよ。じゃお主はいつかわしを超えるであろう逸材じゃな。おっさん一体どんなことして生きてきたんや。あれこれ数十年素手のみの戦いで命のやり取りを繰り返してきたんじゃ。刀や拳銃を出してきた輩持ったかの。俺はこれからもっと強くなれるんか。もちろんじゃ。現にお主のうちにも変化があったじゃろ。わしはお主と手合わせをし、全席を取り戻す。お主はわしと手合わせし、未知の強さを得る。どうじゃ。悪い取引ではなかろう。確かに。合わせやな。わしはしばらくこの町をうろついておる。しかるべき時に、またお主の前に現れるじゃろう。わかった。待っとるで。おめきさんですか。妙なおっさんに絡まれてしもたが、はい、オデッセイって望みを引き抜かんと、オデッセイは、重複長、言ったな。まっすぐ店まで向かってもいいけど、その前にちょっとばかし情報を集めたいの。できるだけ街のあちこちを歩いて、オデッセイにこと知っとるやつから話を聞いてみるようにしていくな。なるほど。セーブポイントはカジノ。まあ、あるだろうな。道頓堀といいますか、蒼天堀には。ここが行けるのか。あ、いいね、なんか裏道みたいで。うわ、ここになんか武器の売人とかいそう。なになに？お金で愛車？金融ですかここ。ゲップ中でも OK。はあ、ははあ、あ、免許か。え、違う。社長さん、社長さん。串カツ。まあ、とりあえず今回はこれで。うお、すげえ、何この看板。目ん玉動いてるよ、これ。すごい。じゃあこれ裏でも目ん玉か。あ、細かくね、これ。あ、すげえ、ちゃんと対応してるよ。細かいね、これ、作りが。看板のその表と裏でな、逆の目に向かないと看板として成立しないからさ、この機能として。多分中で紙が回ってるんでしょこれ。さあさあ、それじゃあまあ終わりますかね。うん、じゃあまた次回よろしくお願いします。セーブポイントはどこだ。ここか。あー、ここだな。はい、ありがとうございました。あ、それちょっと待てよ。アイテムボックスって共有なのかな。アイテムボックス、あー、もう共有なのかね。あ、キリュウさんとは共有じゃないと。はい、じゃあ終わります。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。